開館する前にも、プレイイベントがあったり、アートスクールがあったり、僕もいろいろと参加させていただいたんですけれども、まあ、皆さんこの、前橋の街の印象的って、どう感じていらっしゃいますでしょうか。はい。はい、こうだです。私は東京に今家があって、はい、ただ結構いろいろな場所に絵を描いて、こう日本中あちこち行くことが多いんですけど、前橋も今回これで、展示をするということで呼んでいただいて初めて来たんですけど、うん、この間、秋ぐらい、秋前、夏ぐらいに一回来た時に、いろいろ回らせてもらって、赤城山とかも行ってきたりとかしたんですけど。それが初めて？そうですね、初めて来ました。で、まあ、印象、そうですね、うん、なんか囲まれてるっていう感じが。囲まれてるしました。まず、なんか川が、こう、まあ、特にこの街の中心の方は、こういろんな方向に川が流れてるから、川に囲まれてるなっていう感じがすごいしたのと、あと車でちょっとこう、その山の方とか行くところでやっぱ山に囲まれてるなっていう感じがすごいあって、なんか、そう、囲まれてる感がすごい。前橋ってあんまそれ感じないかもしれないな。でもアートスクールで、前橋文化発信局でやった時も、うん、広瀬川があって、風呂川があって、ババッカーがあって、うん、その川を歩きで見ようみたいな話が出てきまして、そういう感じに街中が見えるみたいですね。街中にこういう川がいっぱいあるっていうのは。そうですね。その印象がまず最初に。制作意欲が湧きましたね。あ、そうですね。私、絵がですね、なんか水と人みたいな絵を結構ずっと描いているので、うん、なんかやっぱりまあ水の流れだったりとか、そういうのに今回は何かインスピレーションを得れそうな感じはあります。今もなんか関わってるんでしょ？なんか制作してらっしゃる。そうですね。これから、ですね、これから、うん、2ヶ月ぐらい、前橋に私は住みまして。住んで。はい、いいで、ね、住みまして。今度一緒に飲みましょう。ああ、ぜひぜひ、遊びましょう。まあ、そこでやっぱりこう、観光客とかじゃない目線でこう、日常を暮らすっていうふうなことをしながら、そこで絵を描くっていうことをして、はい、で、今回その絵を描く場所っていうのがですね、磯部湯っていう元銭湯。街、うん、の中のお風呂屋さん。そうです。はい、もう1年ぐらい前にですね、お風呂自体はやめてしまったんですけど、そこを持ってらっしゃる夫妻の方が結構ずっと綺麗にこう掃除したり風を通したりしていらっしゃって、ね、思い出があるからね。そう、うん、それでそこの場所で今回制作もそこでするし展示もそこでするっていうようなことをやらせてもらうんですね、うんうん、でその公開制作なのでこれから2ヶ月間ちょっと時間が決まっていてですね、その金土日祝日とあと10月28日の群馬県民の日のみのオープンで、うん、時間は1時から6時までなんですけど、うん、その間でしたらどなたでも私が絵を描いているところを見に来れるっていう風にしているので、ぜひ見に来てください。待ってます。毎日そこで絵を描いてます。はい。はい、うちから近いんで。あ、そうなんですか。フラット遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、大橋さん。先に、僕が、さっき、見に行きましょうって、先に、僕が、優先権は、行った、はい、僕の後にしていただきます。はい、時間はたっぷりあるので、どちらも。よろしくお願いします。こういった、地域と、地域アウトプロジェクト、地域と関わっていこうっていうことが、はい、これからもいろんな企画があるんでしょうかね。うん、そうですね。地域の中とのやっぱ関わりは一つ、まあ、アーツの話が、重要にしている部分でもあるので、うん、まあ、いろんな形があるんですけど、今みたいに、まあ、空いてしまったそういう銭湯であるとか、うん、建物っていうものを、まあ、どうやってこう、生かしていくかっていうものを一つ、まあ、今回は高田さんっていうアーティストに、作品を制作している現場を見せつつ、プラスそこで展示をするというやり方で、待ってるのがどういうふうに生き返っていくかってことをやったりだとか、まあ、うん、あとはあれですよね。そしたら新刊前でさ、なんか、雑草じゃ、あ、雑草なんてこれ。いや、薬草。失礼しました。とか、まあ、ああいうふうな場所に、今まあ、5月くらいから何回もこのラジオで言わせてもらってるハーブマンっていうのもやっていたりとかするので、うん、まあ、あとやっぱ今回大きかったのはやっぱもう、大橋さんの協力もあって、各商店街の中に、会館展に出す、まあ、アーティストの人がデザインしたフラッグを、うん、まあ、付けさせてもらって、はい、まあ、街を少しでもその会館展中に、まあ、賑やかに、彩り豊かにできていけたらな、というふうなこと。昨日、今日あたりから付け始めまして、そうですね。街中の商店街に、4人みたいね、4人の方のアーティストさんがデザインをわざわざ起こしてくれて、はい、で、それを、のぼりばばとかフラッグにして、商店街、もう一体となってやるよ、というメッセージを送ってますので、ぜひそのフラッグも見ていただければと思いますね。
だいぶ風景が変わりましたよね。変わりましたね。はい、うんはい。中央通りの旗が上がってるところ。ね、黄色です、ね。坂の上から見るとすごく綺麗ですし、ね、この中央通りもね、LED になったじゃないですか。はいはい、その下に旗があって、なるほど、非常に面白いなって、うん、またそれぞれみんな個性があって、うん、みんな一つずつ見るとすごく味わいになるって面白い感じですよね。うん、そうですね。はい。はい。はい。何か。まあ、今ね、お話、甲田さんが、アーティストがこう、滞在してって話ありましたけれども、結構その今までのその、中でもそのアーティストが、その、アーツ前橋がここまで来るまでの準備期間の中で、すでにも滞在されてるアーティストが何人かいらして、はい、で僕がその、まあ、アーツに関わるようになった最初に、その、テルヤユーケンさんっていう、まあ、アーティストが、やっぱり滞在してたんですね。で、ちょうどその時に、東日本大震災があって、で、彼が、まあ、それを、まあ、前橋で体験されて、うん、で、まあ、その体験をもとに、その、縄文新聞で、その、被災地を伝えている、その紙面を使って、そこにこう小さい目がたくさん立ち上がってくるっていう作品を作られたんです、うん。で、それをこう、まあ、私はそのテレさんの、まあ、NPO の職員をその時やっていて、まあ、コーディネート、前橋でのその彼のコーディネートしてたんですけれども、その時にまあ、周りにいた仲間と、その、まあ、非常にこう、大きな意味を持った作品だということで、まあ、それをこう、市民で一つずつその目を買うっていう、まあ、そういうこう、一種、なんて言うんでしょう、まあ、アートを支援していく。で、テリアさんはそこで集まったお金をその東北支援のために使うっていうふうな、そういうこう未来の目里親プロジェクトっていう活動が、まあその前橋の市民の間でこう始まって、で、その作品は今度の会館展でも展示されるんですね。で、その活動自体はまだ続いていて、で、ぜひその会館展の間に、まあその作品を見て、里親にこう、一目3000円で、まあ、その現代美術ってなかなかこう、遠藤かもしれないですけども、こう、3000円で、ま、自分がこの一部を所有できるっていうことでもあるので、ぜひ多くの人にそれをこう、里親になっていただいて、支援していってもらえたらなっていうふうにすごい思ってますね。はい。プレイイベントでも展示されて、すごく印象的な作品で、好評でしたよね。春子様の里親になっていただいて、ありがとうございます。綺麗なバッジがね、もらえるんですよね。はい、はい。で、このような、今までやって、今もプレイイベントとかやってきましたけど、今後もこんな感じは、アートスクールとか続いていくんですかね？はい、まあ、今週末に開館するんですけれども、もちろん今までやってきた、アートスクールっていうものもやっぱ続けていきますし、もちろんこれからも群馬県にゆかりのある作家さんを紹介したりだとか、もしくは何かテーマを決めて展覧会をやったりも、していったりします。で、まあその中でも、もちろん地域の中でもいろんなアートプロジェクトやっていくので、まあいろんなこう関わり方が、まあできてくるかなと思うんですけれども、まあ例えば自由に使える場所が街中にあったりだとか、というのもするので、まあ、それぞれでこう、楽しみ方が、いろいろこう、違うと思うので、いろんな楽しみ方が、まあ、あると思います。で、まあ、カフェとかもできますし、あとは、まあ、可愛い雑貨であるとか、本を買ったりできるようなショップもできたりしますので、まあ、いろんな形で、本当にアーツ前橋を、利用していただけたらな、というふうに。そうだよね。だ市民がやっぱり、一緒になってもらえていかなきゃいけないと思うんだけど、うんうん、そういう意味では市民サポーターに登録していこうのかな。はい。どうでしょうか今後、どんな市民サイトとしては。そうですね。なんか自分は本当になんか何が面白いとかって聞かれると、うん、もう本当に全部が面白くて、そういうふうに改めて考えると何とも言えないんですけど、自分は以前からこう、前橋の美術家とか美術シーンにすごく興味があって、ずっと見てたので、本当に世界的に重要なお仕事されてる作家とかもかなりいると思うんですけども、美術館ができることによってそういった作家の方に、こう、すごくこう、スポットが当たるっていうのは、本当に自分にもすごく面白いですし、いろんな市民の方にも意味のあることだと思います。あと、そうですね、アーツ桑町とか、街中に、うん、美術館以外でも、いろいろ新しくね、そうですね、できてますもんね。前橋ワークスであったりとか。うん、で、そういうのも、こう、市民の方が、こう、自主的に、企画とかされてるので、そういうのも、自分も積極的に関わっていきたいっていうふうに思ってますし、楽しみにしてます。はい。はい。いいですね。もうあと1分30秒しかないので。もう、春子さん行くしかないね。はい。まあ、俺ももちろん、はい、うん。まあ、前日から行くんだけど、はい、ぜひ、市民の皆さんにも、まずは行っていただいて、うん、この目で見て体験していただいて、うん、そこからまた、いろんなことを考えてね。うん。まずはね、この前、住友さんとも話しましたけど、カフェなんかに見ていただいて、
そこで、その雰囲気をね、見ていただいて、で、気に入ったら来ていただければいいんじゃないかなっていうふうに言ってましたね。うん、まあそうですね、はい。必ずしも美術を見に来るってだけじゃなくて、うん、カフェもあるし、本読めるスペースもあるし、雑貨屋もあるんで、ね、まあ例えば友達との待ち合わせをちょっとね、アーツ前橋にしてみるとか。今日レセプションでカフェ行ってきたんですけれども、うん、すごくいい雰囲気で、はい、こういうちょっと居場所、待ち合わせでもいいな、みたいなね。ね、街中に喫茶店とカフェが少ないから、うん、ね、そうですね。コーヒーも美味しいし、ね、はい。じゃあそう、みんなで使いましょう。はい。ぜひいろんな使い方をしてみてください。はい、はい、いいですね。じゃあ、あと40秒ということで、最後、アーツ前橋来てね、的なコメントを、はい、家入さんから代表でお願いします。あと30秒です。よろしくお願いします。家入じゃなくてさ、違う人の方がいいかもしれない。今井さんの方がいいんじゃないの？もう時間がない。はい、締めはね。はい、今井さん。はい、じゃあ今井さん、あと20秒です。よろしくお願いします。アーツ前橋、今週10月26日、いよいよオープンいたしますので、まあ話した通り楽しいところになると思います。皆さんぜひご来館ください。よろしくお願いいたします。はい。